はい。ああ、姫様。どうなさったんですか、こんな遅くに。ああ、とにかく入ってください。座っていてください。今お茶を入れてきます。いえ、お茶くらいは出させてください。姫様こそお気を使わずに。はい、どうぞ、姫様。ローズティーですよ。ロシアの飲み方なんですけど、バラの花のジャムを紅茶に混ぜたんです。もちろんうまいですよ。さあ、飲んでみてください。俺に話ですか？一体何でしょう？怒ってるんですか？だって姫様、怖い顔。そんな重大な話なんですか？なんだろう。じらさないでくださいよ。どういうことですか？ちょっと冗談はよしてくださいよ、姫様。
そんな…だって…じゃ、どうお呼びすればいいんですか？何の遊びなんですか？じゃあ俺をからかってるんですか？すごいな、姫様は。ああ、やめましょうよ。今さら呼び方変えるなんて。俺のことは真島と呼んでください。お願いします。わかりませんか？嫌なんですよ。あなたにお兄様なんて呼ばれると、あのろくでなしと同列にされているみたいでたまりませんよ。だけど、姫様はどこまで理解できたのかな。だって、こんな風に無防備に俺のところに一人でやってくるなんて、できないでしょ？俺のしたこと分かってた。嘘ですよ、まるっきり。何ですか、俺本人が嘘だって言ってるのに。やっぱり姫様はわがままですね。そうですか、まあいつもの調子が戻ってきて何よりです。
それで姫様は俺にどうしてほしいんです？何か要求があるからここにこうしてきたんでしょ？何の罪を？違いますよ。この手は子爵を刺していない。だって俺はその時姫様と一緒にいたじゃないですか。それに茂子様は病気でしょう。一体俺に何の罪があるって言うんです？ずいぶん決めつけるんですね。姫様も十分頭の回転がよろしいじゃないですか。馬鹿になんてしてません。本当にそう思ったんですよ。ただどうしてあそこで生まれた子供が俺だってことが分かったのか、それが不思議なんです。もしかして腐った匂いがしましたか？果実の腐った匂いですよ。甘ったるい、熟して腐り落ちる寸前の匂いです。俺そういう匂いがするらしいんですよね。自分じゃ気づかなかったけど、でも腐った大衆なんていかにも俺らしい。姫様はそう頻繁に俺の近くに寄らないからですよ。夏場は一層匂うらしいですがね、汗をかくとより濃くなるようなんで。
指数値。きっとそうですよ。俺たちには腐った甘い血が流れているんです。呪われた一族ですよ。言わないでください、姫様。どういうことですか。知りたいんですか、残虐な父親を。後悔しますよ。いや、やめましょう。あの男はもう死にました。俺はもう満足です。これ以上の復讐はないでしょう。この上はもういい。本当はこの家をもっとめちゃめちゃにしてやるつもりだったんですけどね。でももう諦めました。殺すつもりでしたよ、あなたがさっきここに来た時から。出ます。あなたが石川の別荘に行ってきたことくらい、そこで何を得るかくらい知っています。そのお茶に毒でも入れようかと考えました。両親の死がショックで自殺した工作でもしようかと思って。でもダメでした。きっと何も知らないあなただったら殺せる。真実を何も知らず無邪気に笑っているあなただったら憎いと思える。でもあなたはすべて、ほとんどすべてのことを承知してここへたった一人でやってきた。そんな人を俺は殺せません。なぜですか。さっきも言ったでしょ、証拠はない。どうするんです、俺を殺しますか。どうして。
俺はあなたの家を不幸に陥れた張本人なんですよ。なのになぜ復讐できないんですか。俺が幸せになれるはずはないでしょう。この身は汚れているんです。どうあがいたって綺麗な体にはなれない。俺は死ぬまでこの業を背負わなきゃならない。だって最初から俺は悪魔なんですからね。